どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPad Pro と iPad Air 来るかと思いますので、予想される機能全部、見る限り10個ぐらい行きたいと思います。で、まあ、Apple イベントの開催がですね、正式決定いたしました。なので、5月7日ですね、日本時間の午後11時。 まあ夜の23時になります。ここが来ましたので、で、こちらを見ていただきます。まあ、前回ね、あのお話はしてるので、こっちも見てほしいんですけども、お話しした通り、何でもありと書いてまして、ペンシルをこう握ってるような、このカラフルな、ね、画像が出ております。もう、絶対に iPad ですね、これ。 まあ世の中に絶対はないと思うけど絶対ですね。はい、でねアップルの公式サイトで見ていただくと分かるんですけど変わるんですよ種類が。ロゴが 6, 6パターンぐらいあって例えばなんですけどこの青いやつとかねこれ見てたらなんかねエアーに見えてきたんですよね。左の部分が A で点真ん中点でなんか R っぽく見えないですか右下が言えばいいんだろうかは難しいんだけどなんかエアーっぽく見えなくもないという文字的に。 で例えばこの黒いやつですねこのなんかカラーリングが、まあ、例えば2018年に出た iPad も今のね形になったのもそうだったんですけどもなんかねこのプロっぽい感じこれも左に P が見えて R でなんか O に見えないですかこれなんかプロっぽいなったように見えましたまあ、そこら辺からもですね隠されているような気はするんですけども例えば以前のねこの MacBook Air に関してもですね Air ってこれよーく見るとね Air って読めるんですよ A と I と、まあ、右側に R。 AI これ確か大文字かなでもって見えましたのでどうですか皆さんこれそれっぽく見えないですかっていうそう言われると見えてくるかもしれないんですけどもぜひあのコメントお待ちしてますこの、まあ、招待状に結構ねヒントがあったりしますのででですねまあ去年です、ね、2023年に iPad 出ませんでしたなので約1年、まあ、半ぐらいですかね特に iPadPro とかに関してはなので、まあ、5月来そうというところですがまず iPadPro ですかね、えー、新機能 どどんどんいきましょう、まあこちらも約なんで5年とかですね6年ぶりの冊子になるんじゃないかなと2018年にまあ基本的には今の形に2018年になってからそんな変わってないんですよねコメントいたしましては初期 EL ディスプレイですねオーレットと呼ばれるものでございますはいまあ最大の変更点はやっぱここなのかなっていう今11インチが従来の、えー、と液晶ディスプレイで12.9インチはミニ LED というものになっておるんですけどもこれがおそらく 有機 EL になるだろうというところでございますさ、まあ、ミニ led とかは特にねブルーミングっていうね問題があったりとかしてまぁ、あ、これ答え答えにもよるみたいですけど全部がこうっていうわけじゃなさそう特に黒背景の時に少しこう画像とか文字が白くぼやけたような感じに見える いいう報告もございましたミニ LED ね。機 e l はこういうのね、あんまりあのまあ、焼き付きとかない限りないんですけども、u ー l の方がやっぱり消費電力が減ったりとか、後ちほょちょどまた詳しくね、お話しするんですけども、バッテリー持ちがね、まあ、良くなったりとか、コストの面でもやっぱりいいんじゃないかなと思います。まあ、実際、Apple Watch とか iPhone も全部と有機 e l なってますので、まあ、だったりとかですね。あとまあデザイン面では大きいのは、やっぱり薄くなるっていうところですかね。本体がさらにこう薄くなると言われております。基本 基本的な寸法みたいなところはね、まあ、あんま変わんないと言われてるんですが例えば今11インチのモデルだと5 9ミリなんですよ本体の厚さってそもそももう薄いんですけどもそれがま 5mm とかになるとか、うん、耐久性大丈夫かなっていうところはあるんですけどあと12.9インチに関しても今 6.4mm ミ,、まあ、ミニ LED が入ってる分少し分厚くなっていますがそれでも 5mm みたいなね。<laughs> 本当かなっていう感じなんですけども、ここら辺ね、まあ、なんで本体の軽さもね、えー、軽くなってくれると、さらに嬉しいかなと思います。今やっぱり本体と、例えばマジックキーボードっていうキーボードをつけると、MacBook とほぼ重さ変わらないので、ね、あのどうにかしてほしいなとは思ってますね。じゃあ Mac でいいじゃんっていう感じになりす、まあ僕はなっちゃうので、はい。とね、デザインに関しては変更点、まあ一応3つ目かな。基本的にはそんなに変わらないと思いますが、やっぱりこの、まあ、他のモデルに踏襲してるような丸いデザインですね、角丸。 えまあ本体のこう角がこう丸くなっていくような丸くなるデザインになるんじゃないかなと思いますこちらに関してもやっぱり iPhone 今まあ15とかですね15シリーズ普通からですね MacBook とかも Air だったり Pro だったりモデルが全部こう丸くなってきているのでプロウォッチみたいな感じですかねはいまあ、そういう感じにはなりそうですねこれはねあくまでこれレンダリング画像ですねですけど <laughs> なんか何なのねミッドナイトカラーみたいな出てるけどまあブラック スペースブラックとかそういう色が出てくれると新色は何かしら出るんじゃないかなと思いますけど黒とホワイトスペースブラック シルバー、まあ、もう1個ぐらいあって3色ぐらいかなと思いますでもそんなにプロモデルあっても仕方ないんであとはですねえっ、ー、と M3 チップ搭載ですねここは間違いなくねさすがに今 M2 なんで M3 になってパッドエアに関しては M1 から M2 になるかなと思いますまあ今、えー、と最新の MacBook に M3 が載ってるので同じのが入るかなというところで例えば今 M3 の MacBook やレビューしたんですけどもまあ GeekBench スコアですね性能数値で測れるんですけどもメモリーこれ10 1イ b のモデルでまだいたいシングルスコアがまあ3000弱でマルチスコアが1万2000ぐらいあるのでこれに近い形にはなるかなと思いますただやっぱ筐体が薄いので熱が逃がすところがないんで、まあ、基本的にはっとやっぱり Mac よりは下がるんですけどとはいえどももう、まあ、そもそも十分性能はあるんでまあね MacBook Air で今僕も全部 ね、あのメール返信から動画編集まで全部やってるので iPad もかなり十分かなと思いますけどねあとまあ M3 チップの特徴としてはですねあのゲームかなり強化されてますのでこのグラフィックスとかあとはハードウェアアクセレレートレーシング影のこのリアルな表現とかができるので iPad のこの画面でゲームできるのめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなと思いますそこはすごい楽しみというか、うんまあ、M3 のねエアの,のレビューもねございますので いろいろ今ゲーム出てきてるんでね。はい。バイオハザードとかデス・ストランディングとか、あのいろいろできるんで、まあ、チェックしてほしいんですけども、5つ目かな ?5 つ目ですね。これバッテリーに関するところなんですけども、バッテリーの状態が見えるようになるんじゃないかとか、バッテリー持ちが良くなるかもしれない。ここ微妙なんですけども、例えばですね、このバッテリーの状態に関しては、iPadOS の17.5をですね、まあ、おそらく新しいのが新型には載ってくると思うので、 まあそのベータ版っていうところで、まあ、バッテリーその容量とサイクルですね、まあ、充電回数みたいなところが見えるようになるんじゃないかと言われております、まあ、今えっと実際 iPhone15 シリーズに限定にはなってるんですけどもあの見えるようになってます、まあ、iPhone で見えるんで iPad で見えるようにしてほしいですよねっていう感じですはいただアップデートでできるというよりは新しいモデルに まあなんで今回出る M3 の iPadPro とか M2 の iPadAir とかに限られるんじゃないかなと思いますはいまあ現状この iPhone に関してもまあこれ実際の僕の iPhone15Pro のバッテリーの状態なんですけども高充電回数とか、まあ、この製造日とか実際最初に使用されたのはいつかとかこれは見えるんですけど 14Pro でアップデートしてもこれ見えなかったんでなんで15シリーズだけとかまあ新型のものだけ見えるものにはなりそうですねあとこの充電持ちがもしかしたら良くなるかもしれないっていうところなんですけどもまあそこ この理由としてはですね今、まあ、多分なんですけどこのデュアルスタック有機 e l ディスプレイっていうものですね、まあ、積層式っていうのが何ていうのというものが採用されるんじゃないかっていう噂があってこれ何かっていうと2つのまあ液晶液晶というか機 e l ですね OLED のディスプレイをこれ積むことによってどうやらあまあ、どういう仕組みかわかんないですけどパネルの寿命要するに画面の寿命がすごい大幅に伸びたりとか。 あの画面が明るるく見せれる2つあるんでそれがんとなく想像つきやすいんですけどあと消費電力に関してもまあ、例えば LTPO とか言われるものあるんですけども、まあ、多分今一番電池持ちいいんじゃないかって言われてるやつよりもさらに減るみたいな、まあ、技術的には。なんでということはデュアルスタックのこのオーレット有機 EL ディスプレイがまあ仮に搭載されるとしたらエパトン本体のバッテリー自体も伸びると。 いいう可能性が高いです、はいまあ、なんでこれをおそらく載せようとして供給が遅れて5月の発表会になったんじゃないかなっていうところはありますね。 うん、だったらまあ辻じが合いそうな気がしますまあおそらくディスプレイ関係じゃないのかなと思いますね UKL 今回 iPad に初めて乗るのでまあなんで画面としては今このミニ LED のディスプレイがですね MAX で1 6 0 2 °っていうこれ輝度っていう画面の明るさをね表すんですけども m a x 1 6 0 2と今は HDR コンテンツのみになってますが、まあ、iPhone とか MAX ね1 6 0 2 °とかだったはずなんですよ確か結構明るいんですよ。ってことは iPad もできる。 はずです技術的に持ってるんであのアップローチもねシリーズ9ですごい画面明るくなったので画面明るいとすごいやっぱねなんか綺麗に見えるんですよね外とかでも太陽当たった状態でもすごいね綺麗に見えるのでこれはあの楽しみです、はい、ただやっぱ初期不良はちょっと怖いかなと思いますね だいたいサムスンとかね、LG あたりと一緒にやってんじゃないかって言われてますけども、はい、まあ、ちょうどこのなんか記事自体も2024年に2024年にはっていう書いてあるんで、これはあの少しあの注目してみたいかなと思ってます。どういったディスプレイを載せてくるのかっていうところね、7個目。<laughs> もう何個目かわかんないですけども、で新しいこの画面のねオプションみたいなのも噂がされております。どういうことかって言いますと、これ記事なんですけど、マックルームはずだったかなこれ、えー。新しい iPad Pro にはスタジオディスプレイのナノテクスチャーガラスのような まあマット仕様のオプションが入るんじゃないいかっていう噂もありますこれねスタジオディスプレイってねまあアップルが出してる画面が20万ぐらいする、ね、すごい貴族のディスプレイがあるんですけども僕もあの実際使ったことありますはいもう売っちゃいましたけどはいそこのオプションでですね標準ガラスっていうのとナノテクスチャーっていうまあ、少し反射とかを抑える加工がされてるやつ。 まあコーティングされてるんですよねオプションがあるんですよそれと同じようなのがその iPad Pro にも入るんじゃないかっていう話がございます実際やっぱこのディスプレイね選ぶときに選択肢であるんで導入するのはそんな難しくないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ナノテクスチャーね正直ちょっと見づらいんですよ <laughs> 反射加工はされるんだけど、まあ、少し見え方がやっぱ実際と変わっちゃうんじゃないかなっていう、まあ、僕の意見個人的な意見ですけどそういうのはあるので、まあ、もしかしたらそういうのもあるかもしれないどうですかこれ皆さんどう思いますかナノテクスチャーガラス <laughs> あのコメントお待ちしておりますまあスタジオディスプレイすごいいいんですけどねあのすごい良かったですレビューもしてるんでただただ高いけど20万っていうあとはですねそらくこれは来ると思うんですけどえー、と横向きのねフェイス ID のカメラですねこれは iPad pro air に関してどっちも来るんじゃないかなっていうと で、まあ、ランドスケープって言われるもので横向きで、まあ、今の iPad ってこう縦向きで上にこうカメラがあるんで例えばウェブ会議とかするときって iPad 横向きでねやると思うんですよ縦向きでこう持ってする人いないと思うんでそうなるとやっぱ目線がちょっとなんか変な方向に向いちゃうんですよねカメラが横にあるんでけどまあ目線はこっちあの画面向いて話すじゃないベータ版 iOS かまあ多分これ iPadOS だけどで入ってるとで実際も iPad のこの10世代っていうまあ新しいモデルにですね 入ってますこれ横向きでなのでまあこれはさすがに入るんじゃないかなと思いますけど安いモデルの iPad に入ってるんででも今 iPad Pro には入ってないっていう、まあ、変な感じになっちゃってるんでこれはさすがに来るかなと思いますね横向きはこれは確かにあのよくウェブ会議とかね、まあ、最近多いと思うんでこの爪めに関しましてマグセーフ充電搭載はいただここに関しては まあ僕は怪しいと思ってます正直、まあ、これもなんか結構前々から言われてる気もするんでいわゆる今 iPhone に入っている、まあ、後ろに iPhone12 からですね磁石が内蔵されててそこでくっつけてこう充電したりとか今僕つけてるこのアクセサリーですねリングみたいのをつけて、えー、とこう。 運用するってことができるんですけども、まあ、それが iPad にも入るんじゃないかという噂がございますただこれ背面をワイヤレス充電するためにはガラスにしないといけないですよ電気を通さないといけないのでそうするとまず重いっていう問題がございますはいあと 壊れやすすいっていう落とすとバリバリリになるるとかあるじゃないですかなんでまあ、もしあるとしたらアップルロゴのとこだけじゃガラスにして電気を通すようにするとかっていうことが言われておりますはいまあそれか今の MacBook みたいにこうカチってねマグセーフで磁石でくっつけるような仕様になるのかもしれないですけどもただ別で端子をつけるっていうのは少し考えづらいかなと思うのでまあ、そこら辺はねどうなると思いますかぜひねコメントを頂ければと思いますけどもマグセーフのアクセサリーが使えるのはすごいいいかなと思うんですけど実際どうだろうな使う のかっていう感じはするんでごぶごぶというかまあ僕は少しこれ怪しいなって思ってます新型のえっ、ー、とマジックキーボードとかアップルペンシルですねここに関してはやはり来るんじゃないかなと思います ipad pro も新しくなってまあ、今のペンシルも結局2018年かな <laughs> に出てから変わってないので基本的には まあ、マジックキーボード、まあ、よりこの Mac に近いトラックパッドとかより Mac に近いあのアルミ素材がね使われるんじゃないかなと高級感が増すと思いますですごい MacBook に近いデザインになるのかもしれないなので見た感じは ZONOVETEC っていうね方が、まあ、これ予想画像ですけど出してましてまあ、雰囲気的には確かにこんな感じになりそうですね アルミっぽくなんで何て言うのかなあのマジックキーボードとかトラックパッドみたいなの質感にこれかこれあったわなんかわかんないけど多分ですけど、まあ、こういうなんかね少し横がシルバーで何て言うかな白っぽいでキーボードはまあいわゆる本当にこのアップル製品みたいななんかこんな感じになる気がしますけどね僕はトラックパッドとかねすごい綺麗だし。 マジックキーボードも、まあ、これも軽くてすごい使いやすいんですけどで特にやっぱトラックパッドね11インチのモデルのマジックキーボードってすごいちっちゃいんですよね Mac に比べると半分ぐらいかな半分は言い過ぎかもしれないですけど結構縦向き縦,縦方向ね少なくて面積がここら辺は改善してほしいかなと思います、まあ、背面もねこのアルミ素材ねみたいになってすごいねいやこれは確かにおしゃれっていうかなんかマックみたいな感じですよね本当にこの重さだけすごいですね気になります <laughs> アルミを使いいすすぎるとすごい なんか重くななりそうなのでこのキーボーボドみたいなマジックキーボードみたいな感じで多分四隅とかだけアルミにしてキーボードとかさすがにプラスチックっぽい感じになるのかもしれないですけどもトラックパッドも。 さすすがににに大きくなると思います特に11インチに関しては、まあ、今結構ちっちゃいのでまあなんで価格からしてもね、まあ、今4万円は超えてはいるので5万ぐらいにはなるんじゃないかなとはいであとアップルペンシルに関してもまあ第3世代ですね来るかなと思います例えばっと探すアプリと連動っていうところだったりとかまあなくしたり特にペンシルねどっかカバンの奥に入っちゃったりとかまあ音を鳴らすことができたりとか まあおそらく iPhone とか iPad で位置情報を知れるんじゃない、見えるんじゃないかなと思いますね。探すアプリで。エアタグみたいな感じで、まあ、iPhone とかで探せるようになるんじゃないかなと。あとはこのペン先ですね。これちょっと怪しいなと思ってますけど、交換可能なこの磁器のチップ。磁石でこうペン先をカチくっつけて変えれるような仕様、まあ、になるかもしれないですね。まあ、これは結構 まあ、アイディアとしてはいいかなと思いますけど実際になるかどうか微妙なところかなと思います発想としては結構マグセーフとかに近いのでこういうのでもアップル好きそうだなと思いますけどね非常がまたこれ広がりそうなんでまあ儲かりそうというかね <laughs> まあ,あとまあカラーサンプリング機能とかね ままあありますけどもカラーサンプリング機能とかまあ、前回話してとスクイーズとか、まあ、ペンをこう握ることによって何かしらこう機能を切り替えられたりとか、まあ、今ダブルタップっていうポンポンってやるとえ、まあ、ペンをねペンのツールをこう切り替えられたりとか、まあ、クリエイター向けの機能ではありますけどもそういったところもね何かしら出てくるんじゃないかなと思いますねやっぱりあの最初見てもらった通りこうペンですごいいろんなこう書いてる、ね、画像がいろいろあるのでそういったところは絶対重視してくると思いますまああねすごいいいペンが使えるるっていいところではあるので 軸キーボーボドアップルルペンシルどうなると思いますかぜひコメントいただければと思いますこうなったら嬉しいとかここを改善してほしいとかね iPadAir ですね6世代新型に関してはまあそんなに僕は変わんないんじゃないかなと思ってまあデザインとかね以前も紹介はしてるんですけども基本やっぱこれも丸っこいデザインになってカメラがまあ微妙に変わるかもしれないんですけどもあと言われてるところで言うとこの12.9インチですねのモデルが出るんじゃないかっていう iPadAir に大きいモデルが出て、まあ、もしかしたらこのミニ、A led ねまあ今の iPodPro の画面がそのまま入るかもということも言われてますただまあ価格をその分上げるっていう感じになりそうかなうんまあでも戦略としてはまあ正しいのかなっていう気はしますけど、まあ、結局 MacBook Air の15インチっていうのは出たんですけど多分あんま売れてないっぽいんですよなので まあ少し、えー、まあハイエンドというか iPad Pro に近づけた価格にして iPad Pro をまあ買わせるじゃないけど買った方がお得に見せるか、えー、もうその少し価格を上げてその12.91買ってもらうっていう方が、まあ、なんか理にかなってる気がします、まあ、僕らとしてはあの値段が上がるのはきついんですけどであとは M2 チップとかかな、まあ、あと w i f i 6とか Bluetooth とか、まあ、そこら辺は、まあ、まあ最新の仕様に合わせてくるかなと思いますそんなもんかなでもエアは <laughs>。 カラーはねなんかいろいろレンダリングの画像このカラーだけ少し楽しみかなと思います。実際ね最初の画像にもカラフルなね。 色色があったののでおそらく新ととといいいいううかかカラーを表してんじゃないかなというところはございま,すまああとはやっぱこの iPhone のね15のまあもしかしたら iPhone の新しいカラーが来るかもしんないですけどねここに関してはまあでももう5月なんでどうなんだろうっていう気はするけどあ多分 <laughs> 4ヶ月9月ぐらいにはまたね iPhone16、まあ、おそらく出ると思うんで毎年出てるんで、まあ、9月10月には出ると思うんでねどうなんだろうっていうところはありますがプロなのか、まあ、15のねこのレッドなのかわかんないけどどうですか皆さん気になるカラーとかありか いますかね iPadiPhone も含めて是非あればね教えてください僕は何がいいかな、まあ、グリーンとかなんかあるかな、まあ、15Pro のなんかね新しいカラーとか出たらちょっと気になるなはい <laughs> であとまあ予想価格に関してはまあ、価格もですねだいたいおそらく14万前後ぐらい、まあ、大体150ドルぐらいアップって言われてるんで14万前後 からで,で16万ぐらいいいじゃないかなかと思います iPad Pro 11インチですね一番安いモデルがで、まあ、13インチ、まあ、12.9インチが、まあ、多分まあ18万円台とかかな <laughs> 128ギガバイトでもう Mac より高いんですけど MacBookAIA よ,よりね256だとまあ20万とかですかねはい高っまあ今155円ぐらい156円いこうとしてるんで悲しいねこれは。 きつい。い。<laughs> 値段が怖い、はい、でまたこのマジックキーボードとかアップルペンシル買うと、まあ、20万は少なくともいるのかな気はしますけどねはいまあそこら辺は、えー、覚悟はしておきましょう、まあ、iPadAI r は多分上がんないと思いますさすがに10万には行かせないと思うんでまあでもちょっと上がるかもしんないな 今9万2,000円ぐらいなんで、まあ、ストレーただストレーでせめて128とかにしてほしいですけどだったらまだなんかありな気がしす64が今の時代ね結構きついかなっていう気がしますね普通にまあ見るだけ動画見るだけだとかねいいと思うんですけどということで、まあ、前回の動画だったりまた iPad とかそこら辺の関連動画いろいろ上げてますのでチェックしてもらえばと思いますはい。 まあ,あと M3 だとこの MacBook Air とかですね。あと iPhone15 とかレビューとかまあこれからもやっていきますしアクセサリー類もねすごい紹介しておりますのでぜひチェックしていただければと思います。この動画少しでも良かったなとまた高評価とチャンネル登録お願いいたします。お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたねー。 ってかかどうですか皆さん、あの iPad 買いますか、うん、?iPad Pro ね、どうしようかなっていう、まあ、Air も Air にするかすごい今迷ってるんですけど、まあ、プロの仕様とか見た目とかね、機能によって、まあ、なんとなく決めようかなって思ってます。まあ、でもどうせならプロとマジックキーボードとペンシルいっちゃうかみたいな。<laughs> うん。いや、でも Air もな、まあ、正直 Air でいいんだよな。いや、でも、プロかな、うん。そこら辺も、あの、ぜひ教えてください。購入理由とかも。いや、プロ プロかな20万うう